ダストルガ、またはエマヌエレアストルガはイタリアの貴族で世紀バロック音楽の作曲家。ダストルガという姓は教育を受けたスペインの地名に由来しているナポリ出身。パレルモでフランチェスコスカルラッティについて音楽を学び始めたと言われる。生涯については不明な点が多く今日までその再現に成功してきたとは言えないが、 音楽視野によっていくつかの満足な仮説が立てられている。父親は両シチリア王国の男爵で、スペイン王家の支配を終わらせるために活躍したが、部下の裏切りにあって、公開で処刑された。エマヌエーレ少年は、母親と共に、父親の最後を目撃することを無理強いされ、その結果、母親はその場で、ショック死し、エマヌエーレ少年は、うつうつと塞ぎ込みがちになって、 寸でのところで正気を失いかねないほどだった。うるしい猫の行為によって、レオン県アンストルマの男子修道院に預けられ、この間に最後の音楽教育を仕上げた。この地で健康を取り戻すと、優れた教師たちの下で、素晴らしい学祭を磨いていったらしい。1703年に、パルマ大公、フランチェスコ・ファルネーゼの宮廷に仕官したと言われるが、この話に確証があるわけではない。 パルマ大公にその名、エリザベッタ・ファルネーゼとの中をかぐられ、解雇されたという話も、同じように信じるに値しない。アストルガに関する規定の事実は、ごくわずかである。1709年に、バルセロナで、歌劇、ダフネ・ドフネを、作曲、指揮し、ロンドンを訪ねて、おそらく古学アカデミーに出席。名高い、スター・バト・マーテルを作曲。1 7十二年には、 ウィーンにおり、年代は不明だがボーヘミアに引退した。ロップコビッツ校の領地ラウドニッツの上官を与えられ、その地で最後を迎えた。アストルガは、荘厳で、情熱的なスターバトマーテルや四世のカンタータによってその名を残している。アストルガは、アレッサンドロスカルラッキによって完成された、室内カンタータというジャンルの、おそらく最後の継承者であったかもしれない。 ありがとうございます。